横浜みなとみらい21横浜アイマークプレイス横浜アイマークプレイスは横浜市西区のみなとみらい地区にあるオフィスビル設計施工は清水建設当ビルはみなとみらい地区の歩行者道線の一部でもあるグランモール公園沿いに位置している2012年9月に営業を終了した横浜ジャックモールの跡地における再開発プロジェクトとして 同年11月より着工、当初の予定より2ヶ月ほど早まり2014年3月末に、竣工を迎えた。開発段階の時期には、過小としながらも、MM21 から46外区プロジェクトと、称していた。なお、10年契約の暫定施設であった、横浜ジャックモールとは異なり、長期借地を視野に計画されている。1フロアあたりの貸室面積は、 約1700坪となり、国内最大級の広さを誇っている。また、太陽光発電システムと全館に LED 照明を導入しており、環境にも配慮されている。さらに、1階と2階の間に免震装置を設置する中間外免震構造を採用しており、停電時に備えて非常用発電設備なども導入されている。これらの特性を備えることから次世代の いコブシッピーオフィスビルと名打っている。さらに、省エネ性能や防災性能などが評価され、横浜市建築物環境配慮制度、キャスビー横浜における評価で S ランクとなっており、さらに、日本政策投資銀行の DBJ グリーンビルディング認証において、プラチナム2013が付与されている。入居テナントでは、関東地区の拠点を、 当ビルに集約している PFU や本社及び開発部門を当ビルに移転、集約しているモバイルテクノ本社及びグループ会社カーネルセンターを当ビルに移転、集約している日本 KFC ホールディングス本社を当ビルに移転しているエクサの事業計画が横浜市の企業立地促進条例による女性対象事業に認定されている。また2015年度には 米国以外で初となるアップルの研究開発拠点、テクニカルデベロップメントセンターが、当ビル内に設置されている。同社は、市内のパナソニック工場跡地、綱島サスティナブルスマートタウンの一部でも、本格的な研究開発施設、アップルユートックを建設しており、市内において2カ所体制となっている。オフィステナントは2014年5月より順次移転、開業している。 一般企業研究開発拠点その他商業テナントは2014年6月初旬により順次オープンとなる。なお飲食店は5から6店舗を予定していたがゴルフショップなどが出店したこともあり2016年3月時点で計4店舗にとどまっていた。また2012年9月に営業を終了した横浜ジャックモールのテナントの中からはバーミアンとコナカが出店を果たしている。 東ビルでは地域貢献の一環として以下の設備を設けている。港未来地区の46外区は3区画に分かれており、東ビルの他にも北西側の区画にオフィスビル、横浜ブルーアベニュー、南西側の区画にオフィスビル、横浜の村ビルがそれぞれ所在している。清水建設では東ビルの開発及び運営で培ったノウハウを生かし、同地区の54外区において、 第2弾となる大規模賃貸オフィスビル横浜グランゲートを開発した。相当資額は同社の開発プロジェクトでは過去最大規模の約550億円となる。ありがとうございます。